中村俊文は日本の政治家。元青森県議会議員、元八戸市長。父は衆議院議員で八戸市長を務めた中村拓道。青森県立八戸高等学校、慶応義塾大学卒業。東北電力、衆議院議員選、田中秘書を務める。父の死後。 1976年、1979年、1980年の衆議院選挙に立候補するが落選。1976年は7日、解保主刑無所属候補。1979年と1980年は、新自由クラブ公認候補だった。1983年の青森県議会選挙でトップ当選。以後5期青森県議を務める。 この関係議会副議長、県関祭委員などを歴任し、大島派として大島忠盛を支えた。2001年10月28日執行の八戸市長選挙に田辺派無所属候補として、組織票を背景に立候補。かつては田辺派であった大島派無所属候補の金入昭義ら3人を破り、当選。人柄の中村として知られた。 2005年10月30日執行の市長選挙に再選を目指して立候補するも小林真に僅差で破れ落選。2007年4月の青森県議会議員選挙でトップ当選。2011年4月の県議選では通算7回目の当選。2015年4月の県議選には立候補せず、政界から引退した。2021年11月3日。 秋の叙勲において、極日中受章を受章。市長在任中は、住んでよかった住んでみたい、子供たちが誇れる魅力ある八の塀作りを目指し、海洋立志、教育立志、環境立志を掲げた。また、市長選においては、市町村合併にあたっては、14市町村の大道合併を掲げ、 八戸地域の合併協議で会場長が離脱した、最も当初は七市町村での合併を目指したと言われている。AB、官報号外、第250号2ページ令和3年11月4日号、デイリー東北2005.5、4、検証中村八戸市政。ありがとうございます。